上泉雄一のエーナー、 MBS ラジオがお送りしています。石田さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。あの自民党の裏金問題、はい、これどうなっていくんでしょうね。まあ、気にしてるのはその東京地検の特捜部が各地の地検から応援を呼んでる、かなり呼んでるという、応援を呼んでる、かなり呼んでるっていうことは大きな事件になっていくんですよね、はい、で、この今政治資金規正法の話だけで本当に終わんのか、うん、これをきっかけに例えばそう、まあ、いわゆるガサーというか家宅捜索が、はいはい、おそらくこれ自民党にも入るんじゃないかと僕は思うんですけど、ね、うん、はい、まあ、入るとしたらすごいことなんだけども、うん、その時になんか他のなんかこう狙いもあんのか、うん、その辺ちょっとまだ分かんないですよね。そう、まあ、本当に捜査中のことですので、うん、全くもって、うん、まあ、その政治資金規正法だけで十分この罪に問えるし、罪に問われた議員は公民権停止でも立候補できなくなります。5年間はね、はい、えらいことなんですよ。でそれで言うとこう年末年始冷たい留置場で過ごさながらいのが出てくるのかどうか、そうですよね、いうこと、まあ、ちょっとまだ年内のそういう動きはないようには思うんだけども、うんうん、まだまあ事情聴取がばっかりでね、はいはいはい、そういう逮捕とかそういうことはまだないと思うんだけども、うん、もし現役の議員さんが、うん、ましてやその大臣クラスがね、はい、逮捕ということになったらこれはまた大騒動だ、大騒動でしょ。やっぱり令和 の、 あのリクルート事件ということになりますよね。そうですよね、うん、まあ、ましてや一方でその岸田さんのライバルでありますというか、うん、安倍派の人たちっていうところに今名前が挙がってるわけですから、うん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 、これを果たしてそれでも岸田さんがどれぐらい責任を取らなきゃなんないものなのかどうなのか、もしどすみません、どこがやってたかちょっと世論調査の実施したとこ忘れちゃったんですけど、はい、岸田首相が悪いと思いますかやったら、もう結構な7割ぐらいの人が岸田さんが悪いになっててそれ本人じゃないからちょっと待てと、まあまあまあ、もちろん今回 ね、あの急行近いの流れを組むところも出てきてるけど、まあ、はあってるんですけれども、はい、とりあえずそのメインは今安倍派で言ってるわけで、そらわし知らんでと、ね、あの本当にお金の話というものはこうキリがないんですが、ただね、うん、ほんまに僕思うのが、うん、あのまあ、年末なんで今いろいろ税金のこととか考えた人も、ね、多いと思うんですけども、うん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 、まあ、1000万とか1000万だをあの記載してるってことは1000万脱税してるわけですよ、はい、ポッケないないにして、はい、ちょっと待ってくれと、その1000万の収入を脱税してええねやったら、うん、もうみんなするでと。そうですよ、そうですよ、もうほんまにそうだから、それでええねやったらみんなするから、うんうん、じゃあ逮捕されへんねんなとっていう話になりますよね。なるわけんか、なりますよね。ここをちょっとちゃんとやってほしいわ、はい、あの規律が悪い、そうなるととなってくると、結局じゃあ今回その記載してない金額が5万やったらええんかとか、うん、1億やったらあかんのかって話になるわけじゃない、これないですもんね、その脱税というか、その本来はあの、うん、なんかな、課税対象になる金額を5万にちょろまかしたと、うん、っていうのはその、いやうっかりっていうのが5万はうっかりやけど、うんうん、1000万もうっかりでええんやったらわしするでと、はい、でしかも我々サラリーマンも全員ガラス張りですからね、うん、もうツルツルテンツルツルテンやん、ビッチリですからね、そうやろ、はい、もうそこだけはほんまにこの脱税、あと何に使うたかもはっきりしょね、あの例えばよく言われている、うん、あの議員あの秘書の方へのお給料だったとか、ああ確かにね、うん、政治活動で一番お金いるのはそこなんですよ、うんうん、でもその場合その言うたらキックバックを受けたお金を自分の収支に記載して、うん、でその、こういうあの秘書の給料を使いましたとか、うん、何の問題もね、書きゃいいんです、書きゃいいんです、うん、それだけ何の問題もね、はい、せえへんっていうことは格格に書けんことに使ったわけでしょ、うん、なんや格に書けんこと、それはまああなた、えいろいろありまんがな、そりゃまああなた、うん、だとしたらそれも書いてほしいね、そうだからね、もうそこはっきりもせなあかん、その脱税の件とその何に使ったか、この2つはちょっと僕はもう気になってしょうがない、でも本当にこれ年末あの心なんか穏やかでない議員の人が多いやろうなという、まあまあ僕たちは穏やかに過ごそうよ、まあ僕らは ね関係ないという意味では、うん、ただほんま言われたら言う通り、そこがスルーできるんやったらね、もう本当に みんなそう言いますよね、うんうんうん、っていう話になってくると思います、うん、では本題入りましょう、こちらでございます、はい、多子世帯の大学無償化、気になる対象や金額はどうなるんでしょうか。政府は11日子ども未来戦略案というのを公表いたしまして、3人以上の子どもがいる多子世帯について2025年度から大学など高等教育機関の授業料などを無償化する方針を示しました。ただ家庭の所得制限はないものの、対象となる子どもが限られまして、
授業料免除には金額の上限も設けられました。ではその対象と内容などというところを小木さん、うん、石田さん見ていきたいと思います。まずもって、うん、こんなことやってる国は世界で日本だけです。ああそうなんですね、うん、いやこんなことっていうのはその少子化対策に、うん大学の授業料免除という考え方を持ち込んだのは、うんうん、僕は聞いたことがない。なるほど。つまりそうしたら子供を産み育てるきっかけになるという発想なわけでしょ、うんうん、そうですね、あくまで少子化対策ということ、うん、大学がお金がかかるってイメージはあるのでね、うんうん、聞いたこともないそんな、はい、例えば OECD という、まあ、先進国34カ国、はい、でこのうちの、まあ、半分かな17カ国が、うんまあ、特にヨーロッパ中心なんですけどね、うん大学は無償なんです、うんでそれはね考え方としては、うん大学を、まあ、含めてそういう高等教育を受けさせるっていうこと受けるっていうことは人間の権利であるとともに、うん、受けた人は、うん、いずれ社会に返してくれる、うんうんうん、そりゃそうやな、はいそうですね、例えば全員が全員違うけどやっぱり中にはすごい人がおってすごい発明する人もおれば、はいね、例えば僕らの健康に役立つことを考える人も、はい、それは高等教育を受けたおかげじゃあります、はい、でそれはいずれ社会に返ってくんねんから、うん、税金で負担するのは当たり前やという考え方なんですよ、うんうん、でそれは至極真っ当なんです、はい、でどこにもその少子化対策で発想なんかないわけ、はいそうですね、こんなん初めて聞いた俺、うん、ほんまに、まあ、共に国のためというとあの少子化に歯止めをかけるもう国のためっちゃ国のためではあるんでしょうけどもう、ねうん、個人的にはさうわちゃん、はい、僕ら奨学金借りてたやろ。はい借りてました。借りてたやろ。借りてました。でうわちゃんはどうやって俺は無利子やねん。はい僕も無利子でしたけれども、うん毎年この冬のボーナスのタイミングぐらいになるといやいやだから無利子やからお金返してるさ。こう返して、うん、いくわけだつまり利子は払わってあ利子よかったよ、はい、無利子や無利子です。月ね僕4万円弱ぐらいあったんや、はいで年間にしたらもう40万ちょいある、はい、僕も多分年間でそう何かの形で、ね、それは借りてて返しましたよ、はいはい、返しましたけど無利子ですよ20年間、はいはい、4年で借りたらもう20年で返すねんから5倍に薄めた期間で返すけど、うん、その間利子使えへん。本来ならそこに金利はついてても、うん、まあ金利がついてるタイプのものもねありましたよね。でも僕らの時は無利子多かったじゃないですか、うんこれめちゃくちゃありがたかったでしょ。これでいいと思うんですよ全然これでいいのに、うん、今無利子少ないからね、うん、分からんで、まあうん、一番問題なのは子供が3人おると無料に大学代入学金と授業料どうも全部じゃないな、うん、国立に合わせてるんで私学とか行くと全部じゃないけど、うん、まあまあそれでも私学で大体70万ぐらい年間出してくれるわけやから大きいですよ。大きい大きいですよ、はい、うん、まあ、今の私学暖房するのか知らんけど全部じゃないよな、うん、全部ではないですけど、うんうん、それでもやっぱりうちもやっぱり子供が2人とも手離れた時にやっぱり終わったって感じってありますもんね。大学のあの分がなくなったってなくなったってのは、うん、で薬学部とか医学部とかその、うん、6年行くとこ、うん、薬学でも薬剤師になれへん子はさ4年ですけど、うん6年行くとこは6年間そうやお金を払ってあげましょう、はい、ということなんですけども、うんまあ、一番の問題は3人おる場合に一番上の子が働き出して、うん扶養から外れるってよう言いますよね、はいお父ちゃんの健康保険の、うん、非保険に入ってなくなる、はい、僕らでも最初から会社入ったらまずそうやったよな、はい、そうですな、うん、そうなると、残り2人はもう免除されません。これが分からんのよな。だから子供が3人という設定じゃなくなるってことですよね、はい、そうなんです。だから4人おる子の場合は、はい、上2人抜けるまでは免除なんです。はいはいはい、うん、4人おる家庭は、はい、上2人が抜け扶養から外れたら、うん、残り2人は免除じゃなくなるという妙なルールやねこれ。年子じゃないとなんかだから現実的に大学生以下の人たちが3人いるという前提ですよね。それとその3人とも大学生で受けようとすると4年以上離れてあかんわけよ。ですよね、うん、一番上と一番下が第1子と第3子が4年離れてると入れ替わっちゃうんで大学が高校生の子がいてもダメなんですよね。いや高校はかめへん。高校はかめへんですか。3人で大学やったらええんですけど、うち1人でも就職しちゃうと残り2人はもう大学生でも対象はなくなるなくなるんですよね。ということは4年は、まあ、
4年丸っぽ4年丸々4年は離れてたら入れ替わるわけやから、うんうんうん、まさにうちはそうですよね。あそう、まあ、3人子供いませんけど、うんうん、あそうかそうか4つとか5つ離れてるのでそうでしょ、はい、だから僕最初このニュースを見た時にね3人以上の子供がいる多子世帯について無償化というこの言葉が踊った時にですよ、うんうん、なんだとこれは3人目が生まれて3人目が生まれた時点で極端に言うとこの子たちは全員大学がそれならわかる無償化なのかと頑張ろうと思いますだとするとめちゃくちゃいいじゃんとねと思ったんですけどそんな甘くはなかったんですそれやったらねわかるし松川さんそれなら若干そのはい、少子化対策になるかもしれない、はい、私もちゃんと頑張って少子化対策しようと思いますもんね。ね、はい、でもそうじゃないとなったら、はい例えばこの制度ができたから今2人いてはる人が、はい、よしもう一人作ってやけどその間方多分6年空いてるぜって、はい、もう下の子6歳になったで、はい、言うたら3人でならへんわけやからそういうことですよね、はい、被らないですもんね、うん、その大学の間だから変な言い方ですけどかなり計画的に、うん3人を、産みましょうと、うん、年次も考えて、はい、産まないという言い方もない、ね、家族計画を立てないと今ね、うん、ザックでお子さん1人っていう人が半分です、はい、お子さんある人のね、はい、で2人っていう人が 38%、うん、3人以上っていう人は 12% なんですよね、うん、でその時に、うん、その 38% の2人の、うん、が一番損するんですよ損で言うことおかしいよ、はい、知らないですか、うんうん、いや損で言うことおかしいよ、はい、子供さんいてはんのは知らないことですね、そう、そういう意味ではあの、はい、そうですよ ね、 ねそしたら今から作る人は3人はとこやけど2人が一番損やとなったら1人を調整せへんかとあお金かかんねやったら結局1人になっていきますねこれ少子化にする対策じゃんこれって思ってまうねこれさ例えばね東京都もね、はい、ほら、高校の教育無償化とかあったじゃないですか、うんうんうんはい、で大阪も今それに向かってやってくると、うんはい、本当にこの教育ってね、うん、住んでる場所とか、うん、子どもの数とかによって、うん、なんかこの人は恩恵を受けられるとか、うん、そうでないとかってなるのも、うん、いやいかがなものかというのは思いますよね全国的に高校はもう無償化になったらええなとむしろそっちに行くべきやと僕も本当そう思います、ね、あといったら小学校中学校の給食費ぐらいただいにせえよ全然そう思います思うんだけどね、はい、そっちに金使えない、はい、それやったら若干少子化対策になるように思う、うんでまあ、例えばねさっき言った医学部一番上の子が医学部行ってる子は、うん、6年下の子6年離れとっても大学ただなるわけ、うん、はいはいそうですねでも4年制大学やったらそうならとした時に、うんうん、一番上の行ったね、先で下が恩恵受けるか受けへんが決まるってそんな妙な確かにほな医学部がしようかってそうですねな、はい、おかしな話ないやろ、うん、もっとおかしいのがこれ面白いのがね進学先次第ではね無償化になれへん場合があるっていうのがあってざっくり言うと定員はばっかり起こしてる大学に行った子は、はいはい、無償化しないとはいうんあうん、だからどこでもええっていうわけじゃない、うん、っていうことなんですか過去直近3年間全部定員の8割未満やったら大学に行くんやったら金出さんっていう話なんですよ、うん、でそのリストを公表する公表する、うん、これはどういうことかというと潰したいねそういう大学をこの、うん、この国はなんかそんなイメージですね、うんうん、だってそういうことでしょ、うん、そこ行ったらただならへんやったら、うん、行く必要ないよ、はい潰したいね、うん、で結構これが一番したかったんちゃうかと思うよこれなるほどなこれそれこそこの子ども戦略未来会議なる人たちもいろんなことを考えたと思うんですけど、うんうんうん、これはいや通りまっかねみたいな話はならないんですかねお先生それはいい案ですねみたいになるんですかねちょっともう最初の話戻すけど、うん、こんな別な少子化対策やってる国日本だけやでもうちょっと違うやり方ないですか、まあ、だから僕が一番いいのはその無利子の、はいまあ、大学に関してはね、はい、無利子の奨学金の枠をガサッと増やすそれはいいと思うこれはだからあの自分で働いて会社とその代わり大学で勉強したらいずれ、まあね、社会に返してくれると思うから利子は取らんわとそれでいいやんなんだろうな例えば今扶養控除の、ねはい、枠とかと子供って、うんで手当ての分もそうですけど、うん、仕組みがね、うん、とにかく複雑で、なんていうのどこにどうやったらいいんだろうとかっていう、なんか攻略本誰か出してもらえませんぐらいの感じになってません今継ぎはぎやから、
やったところでまた継ぎ上げなせなあかんくなるんやけどね。で結局なんか俺ら今それもうだいぶうちなんか手離れてるからあれ で、はい、ですけど、松川さん世代とかなんてそこ考えるよね、はい、そうですね。これもらえるのもらえないのっていうのもすごくこう微妙なラインに引かれたりとかもしてますし、絶対にあの人気岸田内閣の任期落とすだけの政策やで。あんちゃうかほんま。ほんまによく言われますけど、減税にしても例えば消費税減税みたいな税員が分かりやすいもんとか。今回もね、その所得低いところには、うん、あのお金また10万渡すで、はいはいはい、それはそれよろしいで。よろしい。だけど所得低い世帯は本当にどういう世帯なの？おっしゃる通り。あのほぼほぼ半分以上は資産持ってるとこやで。そうです。つまり高齢者やけど働いてへんけど、うん、十分の貯金と蓄えとある、はい、はい、家やで。ちゃんとそれ調べてからにして、調べてへんが、ね、もうそうすると本当にしんどい、働いて、うん、税金も払って、うん、もうカツカツやって人には一銭も行けへんやったら、うん、岸田さん切られていくよ言えとくけど。ほんまにほんまに。だからあの やればやるほどやっぱりこの不公平感みたいなね、そう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 、私恩恵ある人、うん、私ない人になってしまってることが多々あるなというのを本当感じますけどね、うん、はい。では6時40分続いてこちらでございます。ベネズエラの大統領、ガイアナの領土獲得へあらゆる行動を取ると宣言したというお話でございます。この南米はベネズエラのお話なんですが、はい、独裁職を務める反米左派のマドロ大統領が隣の国のガイアナ領エセキボをベネズエラ領に組み込むということへの賛否を問う国民投票を実施しまして、これ賛成が 95% を超えたということで、マドゥーロ氏はですね、4日エキセボの領有権獲得へあらゆる行動を取ると宣言をいたしました。ガイアナ政府はマドゥーロ氏がエキセボ併合を目指しているとみて今度は警戒を強めているということなんですが、実はこれがウクライナやパレスチナにその新たな紛争の火種にどうやらなっていきそうだと。来年、ウクライナパレスチナに続く第3の紛争が起こるとしたらここです。ほう、もうまあ、ただね、あのちょっとね、あのツッコミどころというか お笑いっぽい要素もあってね、まずこのベネズエラじゃどこなんかというところからいくと、うん、南米の一番てっぺんです。わかりやすく言うと、はい、カリブ海に面したてっぺんです。で、あのここはね、うん、ものすごい面白い国で、今ね、うん、埋蔵量、石油の埋蔵量で言うと世界一なんです、うん。え、ベネズエラ？サウジを抜いてます。あ、そうなんですか。はい、埋蔵量や、うんうんうん、まだ掘り出してないんですか。掘り出してない、まだある。いや、掘り出してない、があるってこと、掘ってるけどまだまだある、はい、あ、そうですか、うん、ただね、ちょっとね、油の質がよろしくない、重たい、粘土が、粘り気がある。なるほど。だから掘り出すのも、うん、まあ、彼氏とサラッとしてたらチルとスイヤ出てくるけど、うん、はいはい、なるほど、ドロッとしてるからあのちょっとシェイクみたいになってるね。そうそう、吸うのに、そうそう、吸うのにちょっとちょっと上等の濃いシェイクみたいな。で、それを抽出、お金かかるし、抽出したところでサラッとしてる方がガソリンが予算入ってるわけ。あ、まあ、ね、そう、わかります。まあ、そういう意味では、あまり質のいいもんだよ。ただ量は世界一あるよ。あ、そうですか。で、ここね、かつて、アメリカが第二次世界大戦終わってから、アメリカとあのベネズエラの石油資本が組んでガンガン儲けた。へえ。ガンガン、もう、うん、で、ところが一部アメリカ主導で ね、やった前から、うん、もうアメリカってさ、えげつないから、うん、そういう時はもうその組んでるやつには儲けさせる、うんうんうん、ね、うん、で、そのためにこう規制緩和、自分たちがどんどん儲けなあかんから、うんうん、規制緩和したり外資をこう、うん、外国資本をどんどん入れさせなあかんから、うん、そういう政治を変えていくわけや、はい、なるほど。そうするとアメリカと組んでる人はすっげえ恩恵がある、恩恵あるけど、うん、組んでない人は、うん、恩恵ない、のけものにされるんですね。そうそう、どんどん貧富の差が拡大していって、うん、でついにクーデター的にあの反米政権が誕生しちゃったのね。ベネズエラ、ベネズエラ、1998年から反米です、うん、それまでは親米です、うん、でこのマドゥーロ大統領は反米、反米、あのまずね、チャベスさんっていう人が軍、あ、はいはい、出身のチャベスさんで、うん、その後継が今はマドロさんなんですけどね、うんうん、チャベスさんが誕生して、チャベスさんはどうしたか、国家収入の7割を占める石油のお金で貧困対策した、うんうん、例えばものすごく安いスーパー作ったり、はい、学校ただ、医者もただ、まあ、あと無料食堂みたいなの作って、これはいい話なんじゃないですか。いい話なんですよ、とってもいい話なんです。ところが社会主義なんですね、これ社会主義にしちゃって、はい、石油が出る社会主義で不幸な、ある意味な、というのは、本来
今やらなあかん、もちろんこれもやらなあかんだけど、そのお金で国に産業を起こさなあかん、はいはい、なるほど、うんね、ところが産業を起こさんまま、うん、どんどんこのお金で、うん、みんなもの食べとか、うん、安いこれ全部タダにしてあげるわとか、うん、やったもんやから、うん、誰も働けなくなってしまう。確かにな、これは難しいとこや。そうか、いいことしてると思いながら働かなくなっちゃうか、うん、働けへんなってもて、うん、で産業もない、うん、ある時その石油の値段が上がってる時はええけど、うん、ドンと下がった時あってな、うんうんうん、そうすると自分たちではもう何も作られへんから、確かに物の値段がどん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 高なっていったわけ。うわ、でハイパーインフレですよ今、まだ続いてます。2018年に至っては170万パーセントやから、俺ちょっと170万パーセント、1年で物の値段が1万7千倍になるわけやから、1万円で買えてたものが1700万になることです。次の年はちょっともう分からん。で今もね、まあそんな状態で、もうすでに2割から3割の人が国外脱出してます。これが今ベネズエラの状況。でもどうやらかせなんか、でアメリカ反米政権が誕生したんで、うん、中国とロシアが今、うん、あのバックについてます。ああ、なるほど、このベネズエラにね、うん、で、はい、そのガイアナというのがまとなりの国なんですよ、うん、まあ東の国なんですけど、はいはい、ここは逆に最近めちゃくちゃ大きな油田が見つかった。ガイアナも見つかったの。見つかった。しかも、うん、さらっとしたええのが出る。はい、あ、そっちの方がやっぱりちょっと吸えるんですね。うん、ところがもともとガイアナのそのベネズエラよりの土地、ガイアナの土地の7割は揉めてて、うん、ここうちやうて、うん、ベネズエラうちやうてて、うん、ところがもう熱帯雨林の土地やから、うん、まあうちやうてるけど、うん、まあまあまあ、まあ、別にもうどうでもいい。そんな本気じゃなかったんですね。まあ、猿おるぐらいなみたいなこと言うとって。そしたら、まあ、そこから油で、その延長線上の海に油出て、ものすごい油出て、これでやっぱり揉め出したという。そら揉めるわ。でこれちょっと今それで揉めてるんで戦争になる。なるほど。でその次ということですね、うんうん、さ あそのベネズエラとガイアナ高級、高官級の会合開催へということでございます、うん。その石油資源が豊富なエセキボ地域の紛争をめぐりまして、ベネズエラとガイアナの高官級の会合開催をすることで合意したということ で今回の合意の前にはですね、ブラジルのルラ大統領やセントヴィンセントグレナーディンのゴンサルベス首相、国連のグテーレス事務総長が、まあ、その国に入って外交を通じて働きかけをしたということなんですが、さあこの会合で紛争の危機というのは回避されるのか、それともこの後さらに揉めていくのかという、うんうん、まあ回避されるとはちょっと今すぐに思いにくいんですけど、皆さんに覚えておいていただきたいのは、うん、こういう揉め方をしているところは今南米のカリブ海に面した国であって、石油をめぐって、でこれはすごい、ガイアナっていう国ってさ、うん、人口わずか80万人しかおれへんね、ほぼ熱帯雨林やから、80万人だ、大阪の10分の1や。そこにとんでもない油田が見つかったんです、ね、スーパージャイアント油田が見つかって、スーパージャイアント油田、あの、はあ、隣のベネズエラが埋蔵量世界一なら、はいはい、隣のガイアナは国民一人当たりの採掘量世界一なの、そうですよね、そういうことになりますよね、ああ、はあ、でまだ出てきてるね。あら、じゃあ、これどうしますの、そんな出て、いや、どうしますのって、もうほら揉めますよ、揉めますよ、揉めるって、これでもこういうのって、それこそほらその地域はね、もともとどこの国が持ってたんだろうっていうのは、今回のイスラエル・パレスチナも全部そうじゃないですか。もともとこのエクセビ地域っていうのはどっちに属してんねんっていうことで、うん、国際法廷で、はい、これはもうガイアナですと決まってん、はい、決まってんねんけど、はい、ベネズエラとしては、うん、ズルされたっていうのがあるわけで言ってるわけ、はいはいはい、でも猿しかおれへん密林だけの時は、うん、大して揉めてなかったよ。大して揉めてなかったでしょ、うん、で急に見つかったものすごいガイアナ主張しますよね。ガイアナ去年の経済成長率 63% やね。えぐいな。えぐいで、62とか3とか。はあ。でだから今その国連も含めてブラジルも入ってくる、はい、ヴィンセント・グレナディーンも入ってくる。そうそう、ね、一応ね、もう国際的にはこれエキセボ地域っていうのはガイアナのもんで決まってるやんと。うん、今さら何言うとんねん。そうです、そうです。普通で考えたらそうですよね。でも一方でベネズエラはハイパーインフレが起こってて、ちょっとでもお金が欲しいわけやん。なんとしてでも主張して、うん、確かに南米 のカリブ海のあたりとかっていうと、確かにここにもあるアンティグア・バーブーダとか、うん、地図 の国
きの本で必ず最初に出てくるんですよ。ああなんで。そうそうやな。あのちっちゃい国は要素あるんですよね。うんうん、このあたり島国が。まあだからそういう意味ではこうネタをこう起こしたと言われてるんだけども、この油田発見が。これって例えば。どうなんやっぱりその石油が産出されていくと当然国としてはこう富むわけですよね。だからね、さっきのあの、うん、あのベネズエラが落ちった、うん、あの働けんだから、そうこれはあの資源国の罠と言われてるんですけど、うん、このガイアナとて資源国の罠に陥る可能性があるわけありますよね、うん、だからこの隣 の, あの持って多段の意思として隣の、うん、国が失敗しよったから、うん、やっぱりこのお金で、うん、国の産業を育てようとなったらええねんけど、はい、とりあえずは南米でも一に争う貧しい国なんですよ、ガイアナ。あ、とりあえずはそのまずは、まあ、その国民の生活を安定させたいみたいになったり、まあ、インフラ治安とかあるんで、で、はい、一つだけガイアナのええとこ、何ここをもっともっと長い間イギリスの植民地やったんで、はい、南米で唯一英国国なんですよ。あ、ということは産業に、あ、ごめんなさい、観光業にお金を注ぎ込んだら、うん、観光地にはなりうります。確かに、なるほど、例えばそういう産業を育てないたら、うん、このお金でね、うん、あのベネズエラの二の舞にはなる可能性は低いけど、うん、ただな、今そのあ一つ救いはね、うん、ベネズエラ、あ、ごめんなさい、ガイアナの油田、うん、75% アメリカのもんなんですよ。あ、てかお金出してるのは、はいはい、採掘料、なるほど、あのは採掘権、うん、で採掘料をガイアナに払ってる、うんうん、で 25% は中国なんですよ。ほう、だから中国がガイアナの採掘権を 25% 持ってる以上、うん、ベネズエラとすぐに衝突はせんやろ。あ、なるほど、隣はベネズエラがバック、あの中国がバックについてるし、そこだけはちょっと救い。これはただどうなんですか、その年が明けた時に、うん、その若干その一触即発感というのはまだあるっちゃあるんですか。本当、うんうん、特殊なのがその、うん、石油で失敗したベネズエラと石油で成功しようとしてるガイアナの違いですよ。結局でも19世紀から21世紀にかけても、うん、結局油の取り合いなんですね。そうそう、変わらないですね、結局はね。すごい、はい、ではお知らせ挟んでさらに続けてまいります。上泉雄一のエーナー、 MBS ラジオがお送りしています。時刻6時57分回りました。続いてはこちらでございます。中国や韓国で猛威を振るいます、うん、歩く肺炎、はい、日本での危険性大丈夫でしょうか。日本で、まあ、インフルエンザの流行が本格化している中で専門家が懸念しているのがですね、中国や韓国で流行するマイコプラズマ肺炎なんですね、はい、この比較的症状が軽くて、うん、歩く肺炎とも呼ばれているそうなんですが、まあ、一方でもちろん重症化するケースもあるということで、その症状と、まあ、私たちにできる感染対策はどういったものなのかというところ、この病気はめちゃくちゃポピュラーな病気で、おそらく僕らかかってます。マイコプラズマ肺炎、マイコプラズマ、ちっこい時にね。あ、そうなんですか。で、これはね、1回かかったからで免疫できひんのです。その時はできんねん。うん、その時はすぐ消えよんねん、免疫が。何それ、風邪、まあ、風邪、菌ですね、うん、ウイルス、風邪ってウイルスじゃん、まあ、そうそう、何をもって、まあ、風邪とするかっていうことにはなるんですけど風邪のような熱が出て咳が出てっていう意味では風邪のような症状ですよ、はい、ただこいつは菌なんです、うん、ウイルスじゃなくて、うん、はい、だから抗生物質が効くことは効きます、うん、ただ普通の抗生物質は効かへんのでね、ちょっとこれ専用の変わった抗生物質がある。あ、そうなんです、ね、そうなんです、はあ、いわゆるポピュラーな抗生物質は全く効きません。あら、うん、ほな普通に薬飲んでてもあまり治り、うん、なるなるなる、うん、これ用の抗生物質を飲めば治るんだけども、今うわちゃん言ってくれたように、うんうんうん、非常に普通は軽いんです症状が、うん、で咳が長い3から4週間、あら、しんどいな。だからかわいそうな子供なんかちょっと寝苦しそうにしたりするけど、まあ子供はほとんど治るんですが、うん、たまに重症化することがあるのと、まあはい、インフルエンザと同時にかかるとさ、やっぱりさすがに苦しい。それはしんどいです。同時ってこともあるんですね。あるある、だって原因が違うから。うん、だからそういう意味では注意せなあかんねんけど、うん、今中国のさ奥部でものすごい謎の肺炎ってのはこれやね、うん、あ、そうですか。これやね、だそこまで心配することないけども、うん、まあちょっと特徴を知っておいた方がいいかな、うん、ということです。でその症状なるものなんですけど、うん、なんでそもそも歩く肺炎って言われるかということなのが、はい、割とね潜伏期間が長い、うん、
あ、じゃあ気づいてない間 に2週間かかってから2週間か3週間してから症状が出てくる。でしかも基本的に症状がそんなに重くない、うん、咳は出てるけど、うんうん、で大体ね8割までがあの14歳以下の子供なんですよ、うん、かかんの、はい、かかりやすいってことですか、うんうん、そ、まあ、その理由は分からないけど、うん、こうやっぱ子供の方があのなんていうかな、そうやって人にうつす、知らん人にうつしちゃうんですよね、はい、あの症状軽いから、うん、やっぱり学校とかで広がりやすいっていうのはあると思うね、うん、そういう意味では、うん、はい、なるほど、うん、でだからアルコ肺炎っていうのはその知らん間に人にうつしちゃうよという意味でアルコ肺炎って言われてるんだけども、はい、まあ、あ、感染経路はあのコロナと一緒です。これどうなんですか、その、はい、風邪なんかちょっとしんどいな、熱続くな、うんうんうん、は病院行きます、今だったらきっと、うん、調べときましょうかと言って、うんうんうん、インフルエンザだコロナ見るじゃないですか、うんうんうん、そのタイミングで、これはあ、これはマイコプラズマ肺炎ですねと分かるもんなんですか、うん、これはおそらくレントゲン取らな分からへんでしょうな、肺を見ないと分からない、うん、これね、あの古くは異形、あの異なる形、はい、異形肺炎って言いとったんですよ、僕ら、僕が記者になった頃は、うんうん、でそれは、ね、レントゲンで撮った時に他の肺炎とは違う影が出るからなんですよ、うんうんうん、逆に言うと、あ、これ異形肺炎やって分かるような、ということは病院に行くと先生方はこの席はちょっとレントゲン撮りましょうかみたいなお話に、うん、あるかもしれんし、本人が元気やったらね、はい、もうこんな日にち薬ですわっていう場合もあるし、うん、でしんどいんやったらじゃあこの抗生物質飲んでください、うん、っていうこともあるし、うん、まあその人次第やと思うんですよね、はあ、でこれね、うん、面白いのが昔ね、うん、異形肺炎って言われてて、うん、その後に僕らがちょうどねそれこそソウルオリンピックの頃、はい、流行ったんですよ、1988年、うんうん、その頃はねオリンピック病院言われとって、それなん、そうなんだ、なんでか言うたら、はい、不思議と4年に1回の周期で発生してた、はあ、でそれがたまたまオリンピックとのシンクロしてたってことですね。で今はねもうシンクロしてないけども、やっぱりでも来年オリンピックかなとどうしても僕ら思ってしまうんだけど、これあの今それこそインフルエンザはかなり流行ってるんでしょ、うん、ガス、ね、急閉鎖みたいなのも含めて、はい、で新コロナは今、まあ、これめっちゃ少なくなってる、今少なくな、ね、あんまり効かなくなってきた、うん、で一方でやれ最近は溶連菌だとかなんとかとある中で、まあ、冬になると必ずこの感染症というのは空気も乾燥してるのでね、そうそうそう、どうしてもまあ流行るわけなんですけれども、うんうん、その中ではこれは予防のしようというのはもうこまめなマスク、あの全くコロナと一緒、はあ、うがい手洗い、うがい手洗いをして、もうマスク、うん、しかないのと、まあその、まあ、持病のある人、肺に持病のある人は気をつけなあかんよ、そうですね、うん、だけど、まあそうだね、元気なお子さんそこまでその神経質になることもないのかなっていう気もするけど、まあ、万が一ね、うん、マイコプラズマ肺炎って診断されてお医者さんがじゃあこれ飲んでくださいと、うん、いう抗生物質を出しはるんですよ、それ用の、うんうん、マイコプラズマ肺炎用の、うん、でね、元気やから子供って、うん、これ例えば1週間分渡されて、はい、3日目でもうええわって、うん、やめてまうことがあると、ね、それはよろしくないんで、やっぱり薬が処方されたものは最後まで飲み切ってからの中の菌をちゃんと、はい、もう自分で殺してるとこもあるんだけどね、うん、割とあの軽い症状の人が多いから、うんうん、なるほど、だそうでございます、飲み切らんとね、はい、うん、まあ、それこそなんかネットニュースとかを見てると謎の肺炎がみたいになってきて、うん、ね、なんかあのコロナのことがあるので、うん、ついつい、まあ、怖くなりがちですけれども、うん、あのコロナみたいについい思っちゃいますもんね、これにかかったら、うん、何時間必ず学校休んでくださいという規定はございません、ないので、まあ、あの元気になったら学校行けよ、受験シーズンでもあったりしますんで、引き続きご注意いただきたいと思います。防御法はマスク、うがい手洗い一緒です、はい、まあ、ただそのマイコプラズマ肺炎なるものも今、うん、流行っているということで必要上に怖がらず、はいはい、お気をつけいただきたいと思います。上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。取れたてピックアップニュース、こだわりの朝取れニュースをご紹介、はい、まずはスポーツの話題から、はい、
プロ野球阪神タイガースは12日、来季のチームスローガンが ARE GOES ON に決まったと発表しました、はい、有効語大賞にも選ばれた今季のアレ、ARE を引き継ぎ継続という意味の GOES ON を追加する形に、はい、佐藤輝明選手のアレンパは採用されませんでしたあの GOES ON が実はあの岡田監督の ON を実はオマージュしてるんじゃないかと、いろんな話がある中で、あれ GOES ON ですか、はい、読み方をちょっと私は間違えました。いやいやいや、あのあくまでロゴはあれGOES ONですからね、はいはい、続いてもスポーツの話題です。大リーグドジャースは日本時間12日大谷翔平選手との10年契約を正式発表しました、はい、背番号はエンゼルス時代と同じ17、うん、初のお披露目となる入団会見は日本時間15日午前8時に予定されていて、通訳として入団が内定している水原一平さんも同席する見通しです、ま、実は水原一平さんがどうなるのか、まあ、多くの方はそのまま一緒に帯同するだろうって、ね、まあ、そうでしょうね、思ってたけど安心しました。安心、はい、あのしかし結局なんだかんだって言ってその大型1000億契約の中でですよ、うん、日本円にして、はい、実質のプレーの年俸分というのはおよそ2億円から3億円相当分ぐらい、残りの970億ぐらいがどうやら老後にっていう、老後、どんな老後なんだ。そうですよね、だからスポーツ選手野球選手終わってからってことですね。そういうことですね、現役引退してからで、まあ、本当にいろんなものがスケールがもう、はい、もう分からなくなってきてます、ね、はい、続いては政治の話題です。自民党5派閥による政治資金パーティー収入の過少記載問題で、岸田首相が会長を務めていた岸田派公知政策研究会でも実際に集めたパーティー収入よりも少ない金額を政治資金収支報告書に記載していた疑いがあることが関係者への取材で分かりました、うん、東京地検特捜部もこの事実を把握し、所属議員側へのパーティー収入のキックバックがあったかどうかなどを慎重に調べているとみられます、まあ、国会が終わりますと今度は一斉にということにおそらくなっていくんでしょうけれども、ね、はい、一体どんな風に明日以降、ね、なってるんでしょうか。本当に全くもってこれ捜査のこともありますので、はい、読めないところありますが、もちろんその閣僚の交代というのもあるんですけれども、本当に年末にかけてえらいことになってくるんじゃないですか ね、 はい、続いての話題はこちらです。陸上自衛隊郡山駐屯地に勤務していた元自衛官の五ノ井里奈さんへの強制わいせつ罪に問われた元自衛官3人に対し、福島地裁は12日いずれも懲役2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。三浦孝明裁判長は、周囲に多数の同僚がいる中で被害者の人格を無視し宴会を盛り上げる単なるものとして扱うに等しい行為で、性的羞恥心を著しく害する卑劣で悪質な犯行だと述べました。やはりこうお名前とそして顔を出しての告発ということですから、この意味は非常に重いですよね、はい、そうですね、あの再発防止なんていうのはもうそんな軽々しいことだけではなくってということだと思います。もっと大きな問題だと思います、はいはい、続いての話題はこちらです。個人情報の紐付け誤りなどのトラブルが相次いだマイナンバー情報の点検結果が示され、およそ8206万件の登録情報のうちおよそ1万6000件の紐付け誤りがあったことが分かりました。その上で岸田総理は、法令に基づき予定通り現行の健康保険証の発行を来年秋に終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することといたしますと述べました、まあ、もちろんどこかのタイミングでそのいろんなものを DX 化していくという意味でもそういうことってのはあるんでしょうけれど、はい、今の段階でまだ1万6000件余り紐付けに、ね、誤りがあるということですから、相当まだ混乱はしていくんだろうなという気がしますよね、はい、うん、続いては芸能の話題です。吉本興業は12日人気お笑いコンビ和牛の2024年3月末でのコンビ解散を発表しました、はい、公式サイトで水田さんは、きっかけは3年ほど前に気の緩みから複数回の遅刻が重なったこととし、漫才のパフォーマンスにおいて川西の要求に応えられない、漫才への取り組み方について川西との差を感じるようになりましたと理由を説明しました、まあ、あの和牛のお二人ともよくご一緒させていただいて、本当に面白い漫才されるコンビですし、ずっと M1 の決勝に残り続けてましたからね、まあ、なんかコメントを拝見するだけではちょっとあの驚きというところではあるんですけれども、ね、まあ、ご本人お二人が決めたことですからね、こればっかりは、はい、さあ、そして最後の話題です。
日本銀行と財務省は12日、実業家の渋沢栄一を図柄とした1万円札など3種類の新紙幣の発行開始日について来年7月3日とする発表をしました、はい、5000円札は津田塾大学創設者の津田梅子さん、1000円札は細菌学者の北里柴三郎さんで、はい、紙幣の刷新は20年ぶりとなります、ね、それこそキャッシュレス社会になっていきますから、どんな風になっていくのかなんですけども、はい、これ言われておりますが、もちろん今のお金も使えますので、これがもう急に使えなくなるようなどという詐欺にまたくれぐれもご注意いただきたいと思います。